さあハルト君、今日はね、楽しい楽しいバーベキューの日だからね、君のね、好きなだけ思う存分食べていってくれたまえよ。ありがとうございます、ピエールさん。僕バーベキューなんて来るの初めてで、いや本当に楽しみにしてましたよ。あ、どれ食べようかな。いや何でもね、好きなものを食べていってくれよハルト君。ああ、そうだハルト君、ところで愛の選手君はどこへ行ったんだ。愛の選手君も今日呼んだのにな。そういえば愛の選手さんどこ行ったんですかね。さっきまで一緒にバーベキュー食べてたのにな、見当たりませんね。ほらリカもこっち来いって、一緒にバーベキュー食べよう。ピエールさんたちと話してよ。いやよ、私あんなクソヤジと一緒に食べるなんて嫌よ。リカそんなこと言うんじゃない、反抗期なのかリカ。おいおい愛の選手君、なんでここに魔女がいるんだ。おいおい愛の選手君、こんなね魔女が一緒ではね、せっかくの私の美味しいバーベキューがね、激マズゲロゲロバーベキューになってしまうんだよ。リカ帰りなさい、君はね、いい子でお留守番してるんだ。分かってるわよ、そんなの言われなくたって帰ってる。ちょっと待って待って待って、何があったんだ、二人どんな親子喧嘩でもしてるのか。おい愛の選手君、今日は男三人で楽しいバーベキューのはずじゃないのか。なぜリカなんて誘ってしまったんだ。まあまあピエールさん、僕はリカがいることに賛成ですよ。楽しいバーベキューに花を添えてくれますからね。リカさあ、こっちに座って。いやいや、こんなとこ。まあまあリカ、バーベキュー美味しいからな、せめて食べてから帰ったらいいじゃないか。なあさあ、そうリカここで座って、うん、愛の選手さんとハイト君がそこまで言うなら食べてやってもいいわ。おい食べてやってもいいとなんだリカ。まあまあピエールさん落ち着いてください。やっぱね、親子の仲直りっていうのは必要ですよ。こうやって美味しいものをね、食べて仲直りするのが一番いいと思います。まあ愛の選手君がそこまで言うなら今回だけは目をつぶろう。ただリカ、ハルト君、私のバーベキューに参加するからにはね、心から楽しんで美味しく盛り上がらなければいけない。バーベキューというのはね、そうでなくてはならないんだよ。じゃあね、ハルト君、君にはね、このソーセージあげるからね、ピエールさんちょっとテーブルに時間をやめてくださいよ。いや、ないじゃん、ないじゃん、ないじゃん。そしてリカ、お前にはこの野菜しかついてない串をやろう。さあ、それを早く食べろよ、リカ。ちょっと、どうやってんだよ、これピーマンとタメネギしかついてないじゃない、パーパー。私もお肉が食べたいわ。せっかくバーベキューに来たんだもん、お肉の串にしてよ。わがまま言うんじゃないリカ、ちゃんと野菜も食べなさい。野菜どころじゃないのよ、肉がないのよ。私こんなんじゃブチ切れるわ。いや全くもってうるさい奴らだ。私のバーベキューを楽しむ素質がないのかこいつらは。じゃあ私はね、このね、 A5 ランクの黒毛和牛のねステーキをね焼いていくぞ。あ、ソーセージが落ちた。その落ちたソーセージあるぞリカ。いやいや、落ちたのなんて。いや私はね、ここからねクッキングしていくから。いや私はね、すごい腕前があるからね。さあ私の腕前にかかればこのステーキも一瞬で焼けるのだ。あ、じゃあこの焼けたステーキはね、私が食べさせてもらうから。よいしょよいしょ。ちょっと待ってくださいよピエールさん、それ一人で食べるんじゃないでしょうね。当たり前だ、お前たちにはソーセージあっただろ。私はもらってたよ。お前に落ちたこのソーセージがあるだろいいか。私はこの最高級の黒毛和牛のステーキ、これ私が一人で食べるから。ピエールさん何守ってるんですか。ちょ、ピエールさん鉄板で腕が焼けてしまいますよ。ピエールさんちょっと仲良く分けましょうって。ピエールさん切ったらいいことじゃないですか。ダメだダメだ、これは私のこの肉だけは私なんだ。ちょ、ピエールさん、ちょ、ダメですって。パパ、その肉をよこしなさいよパパ。ちょ、ダメだ、これは私が食べるんだ。あ、ここパパ、よこしなさい、その肉よこしなさいパパ。ピエールさん、みんなで分けましょう。ピエールさん、平等に分けたらこんな風にね、争いも起こらないやつです。やめろ、このあー、もういい、分かった。そんなに肉が食いたいというのなら、あれで決着をつけようじゃないか。なあ、ハルト君、リーカ、分かっているよな。あれっていうのは、まさかこんなまでもやるんですか。そう、こんな場だからこそやるのだ。昔から争いを解決する手段といえば、たった一つに決まってる。そう、パック開封デスマッチだ。嘘でしょ、ただバーベキューのためだけにパック開封デスマッチをするっていうの。当たり前だ、争いの解決にはこれしかない。もう私たちに残された未来はこれしかないんだ、リカ・ハルト君。今日開封するのは遊戯王新しく出たばかりのダークウィングブラスト、こちらの新パックを開封していく。今回はな、3人で争う、そして30パック入り、1人10パックを開封し、得点が高い方がこの最高級 A5 ランクの肉を手に入れることができるということにしよう。そして敗者には恐ろしい罰ゲーム待っているが、今回はまずルールを説明させてもらおう。
さあ、開けさせてもらう。あ、プラスワンパックがついてるが、これは今回はカウントしないことにしよう。あ、平和が一番だからな。さあ、今回もね、わかりやすく、いつものスタンダードルールでいこう。スーパーレアが出たものは1点。ウルトラレアカードが出たものは2点。それ以上のカード、シークレットや、アルティメット、まあ、プリシクとかな。それ以上のカードが出たものは統一で3点だ。なんてわかりやすいルールなんだ。さあ、愛の選手権、君がパック開封デスマッチの準備をするんだ。なんでですか？僕は肉食べれるんですか？準備したら。食べれない。君の分はもう用意していない。さよ、愛の選手さん。残念でしたね、愛の選手さん。くそー、俺なんでバーベキューに呼ばれたんだよ。そして今回の罰ゲームだが、まずはこちらを見てほしい。あのバーベキューセットはただのバーベキューセットじゃないのだよ。私の家のね、バーベキューセットすごいのだよ。こちらなんとパチパチと煙が出てくるのだ。水を利用してなんか水蒸気が出てくるとか言って書いて、下もなんか炎が光るとか書いてるな。私はな、これを魔改造しているんだ。本物の火で炙りながら、本物みたいに、いや、本物を超えた火力で貴様らを炙る。そう、今回の罰ゲームはな、敗者はこの鉄板で焼かれてバーベキューにされるのだよ。やけどじゃ済まないぞ。命に関わってしまうかもしれない恐ろしい罰ゲームなのだよ。私はこれを待っていた。やはりバーベキューというのはね、これなくてはならないんだ。なんて恐ろしい男なんだ、ピエールさん。もしかしたら自分が焼かれるかもしれないのに、この拒否。いやいや、そんなの私は帰ろう。おー、とにかくもうダメだ。一度始まってしまったデスマッチからの逃れることはもうできない。なんてことなの。さあ、愛の選手、バック開封デスマッチの準備はそろそろできたかな。できましたよ。できましたけど、なんでこれ僕が毎回やらせるんですか。僕もういいですか、帰りますよ。ダメだ、愛の選手、君は最後までね、見届けなければいけないんだ、このバック開封デスマッチを。さあ、初めて行こうじゃないか。バック開封デスマッチの開幕だ。まずは私の番から、アースバットロー。パシ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 。くそ、何も出ないか。残念、残念だよ。私がね、あの A5 ランクの最高級の肉を食べたかったんだがね。さあ、次はどっちが行く。僕が行きますよ、ピエールさん。リーカ、悪いですけどね、もうこうなってしまった以上、僕は負けるわけにはいかない。僕はね、勝率が高いんですよ。あなたたち、かや負けとは訳が違うんです。さあ、私のデスマッチをお見せしよう。あ、ちょ、ピエールさんがいるとそっちにピントがいってしまうんで、ちょっと、じゃあ僕も離れます。さあ、来てくれ、スーパーレア。お、来たぞ、これは。虫の忍者、ミーツちゃんが当たってくれました。後ろはジレアですね。虫の忍者ミーツを引いた。僕は早速言ってんですよ。やりました、これは大きい。これはもう僕が肉にありつけたと言っても過言じゃない。カゴイオさんなの。もうこうなってしまった以上にはね、私が肉を食べて、あんたらを焼いて帰るわ。うぅ、私も引かせてもらうわ。うぅ、私はね、ただ愛の先生とデートできればそれでよかったのに、あんたらみたいな奴らがいるからね。黙れリカ、お前なんか海に行ったのさ。では、お前の髪の毛からね、砂が無限に出てきてね、机がジャリジャリするんだよ。カードに傷がついたらどうするんだ、お前みたいなやつは。まったくこれだからね、困るんだよ。さあ、私の番だ。お、これはノーマルレアだね。どう考えてもどこからどう見てもノーマルレアだ。おかしい、おかしいぞ。さあ、ハルト君、君の番だ。さあ、行かせてもらいますよ。僕が2連続で引いたら、あなたたちどうなってしまうんですかね。さあ、お見せしましょう。さあ、苦痛に歪む顔を見せてください。おー、ウルトラレアですよ。僕が強い。今日は僕が強いんです。ベーラを引きました。ウルトラレアは2点でしたよね、ピエールさん。リカ、悪いですね。やはりかやわけの人間というのはこんなにも弱いんですね。デスマッチャーなんてやめたらどうですか、ピエールさん。あんまり調子に乗らないことに、ハルト君。このリカ調子より一番人気なのは誰だ。リカ、リカ、リカ、イエーイ。そうなのよ、私が一番人気なのよ。ほら見ろ、これをどう見てもチリアじゃない。クソクソが。全くもって子守というのはとっても疲れる。遊びはこれぐらいにし、大人の怖さというものをそろそろ教えてやるぞ、お前たち。さあ、また次の機会にしよう。大人の怖さを教えるっていうのはね、大人はね、時として譲るということも大切なんだよ。負け惜しみは用意してくださいよ、ピエールさん。こうやってね、すぐに引いてしまえばいいんですよ。申し訳ないですけど、3連続で取らせてもらえませんでした。僕はちょっと一旦引っ込みますね。
どいてなさい、アンド君。私のドラーミルがいいわ。おりゃー、うわ、スーパーリア来たわ。やったわ、一瞬見逃しそうになったわ。ブラックフェザー、黒い翼で羽ばたいてやるぜ。うわ、スーパーリアよ、パープン。あなただけみたいにまだリアカル引けてないのはザラーミル。ピーチクパーチク、うるさいガキどもめ、見せてやるよ、この大人の実力というやつをね。おお、ウルトラレア来たぞ。私はブラックフェザーアサルトドラゴンだ。このパッケージ、このバックのパッケージを飾っているモンスターだ。さあどうだ、私も2点だ。リーカー、これでね、お前が一番ね、点数が低くなったからね、こうやっておこう。1枚引けたぐらいで生きがらないでくださいよ。次は僕の番ですね。お見せしましょう、僕が1枚引けるということを。いい、引けなくてもいい。今僕がリードしているということは変わりないんだからな。まったくもって今日は最後だわ。愛の戦士さんに連れられてきたのが最後。私はただ愛の戦士さんと一緒にバーベキューができればいいと思って連れてきただけだったのに、それなのにどうして私が今一番手が低いの。このままじゃ焼かれちゃうわ。あ、ザマアミのこの魔女め。よし、アルト君、この魔女を追い払った後はね、二人で続きをしよう。さあ、しようじゃないか。おい、アイノセシ君、どうなってるんだ。これ、切り口が甘いね、君ね。アイノセシ君、マイナス言ってんだ。これがね、次もしマイナスがね、ついたらね、君も一緒にね、焼かせてもらうから。やめてください、ピエルさん。さあ、このバッグからレアが出なかった時はどうなるか分かっているんだろうね、アイノセシ君。おー、出ないね。君という男は本当にダメな男だよ、アイノセシ君。ピエルさんって毎回ギャンギャン騒ぐ割には弱いですよね。私がついであげましょうか。キングオブデスマッチャーの名前をお見せしましょう。真の引き力というものをね、出ましたよ、ボレアス、スーパーレア。ピエルさん、キングオブデスマッチャーの名前僕がついであげてもいいんですよ。スーパーレア、早速4点です。さあ、これでもう僕は罰ゲームから外れたんじゃないでしょうか。哀れですね、香山家の二人で争っていてくださいよ。そんなの嫌よ、私は焼かれないわ。私はリカチュースーパーアイドルなのよ。こんなことが許されてなるもんですか。なんで出てくれないの、スーパーレア。ああ、悪いな、リカ。焼かれるのはお前ら。人間の可食部で一番おいしい部分ってどこなのか、今からググってくれないか、アルト君。いやー、でも魔女なんかを食ってしまったらね、魔女が映ってしまうからね。これはスーパーレアだね。イグニス・フェニックスは私も3点だ。だが、まだ1点しか取ってないザコがいるそうだぞ。アルト君、笑ってやってくれよ。悪いですね、リカ。僕はね、リカの公式ガールフレンドとしてあなたを守らなければいけない立場にいるが、愛しているがゆえに食べてしまうというのも、それもまた美しい愛だと思っているのですよ。アルト君、恐ろしいこと言うな。じゃあ僕は引かせてもらいますよ、リカ。僕の体内で一つになろうよ、リカ。さあ、スーパーレアは引けないですね。いかれてんなよ、こいつら。全員私がいかれてるってみんなは言うわ。魔女になったとか全部感情のせいじゃない。私は悪くないわ。ただ愛の戦士さんと一緒にいたレアリーを聞いたわ。しかも当たりなんじゃないの、これ。レディー・オブ・ザ・ラミオリンスのレリーフを引いたわ。アルティメットレアは3点、つまり私の合計得点は4点なのよ。パーパーザ・マーミラー。やめろ、私はおるんじゃないクソガキどもが。遊びは終わりだ。もう私はリミッターを外させてもらおう。貴様らみたいなガキども相手に使いたくはなかったんだから、私も勝ちに行かせてもらおう。スーパースピニングドロー来た、ピエルさんのスピニングドロー。スピニングドローを使っても引けないなど、ありえない。ピエルさん、あなたはね、私にスピニングドローを見せすぎた。だから僕にコピーされる。スピニングドロー、何、アルト君、君も使えるようになってしまったのか。スピニングドロー見てです。何、スプライトスプリント、スーパーレアを出したのと。すいませんね、これで僕の点数は5点。一足先に行かせてもらいますよ。パパ、あなたとの点差を広げてやるわ。いくわ。クソ、全然引けないじゃない。取れてるの、もっと差をつけないとパパが迫ってきてるわ。
今行くよりいいか。追いかけてやるぞ。このままどんなに遠くに走っていっても追いかけて捕まえるのが親の定め。そうだろりいか。ウルトラレアだ、Gロンテスを出したぞりいか。これで私の点数は5点、ハルト君の点数も5点、お前の点数だけ4点なんだよリーカー。さあハルト君、2人で楽しい焼肉パーリー、バーベキューの続きをやろう。いいですね。さあ僕はさらにここでレアを出して2人の展開を面白くさせてあげましょう。おお、引けませんね。残念です。さあリーカー頑張ってくださいよ。僕の未来の妻。うるさいわよ。私は愛の審査と結婚するって決めてるんだ。どこから引けばいいのかしら。ここの前歯がこれいかにするわ。ここは間違いないわ。愛の審査、私に力をちょうだい。頑張れリーカー。リーカー引いたぞ。ちゃんと引いたぞリーカー。タロットレース、スーパーレアだ。うわー、これで勝てんよ。これ全員並んだというのか。ただのバーベキューで肉を取り合うだけで、なんでこんな白熱したバトルをしてるんだお前たち。おいおい、アイノ選手、これは入ってないな。おい、リンカゴミを捨ててくれ。こんなところにね、紛らわしいだろ。アイノ選手、ただ肉を食べるだけと言ったな。それは大いなる間違いだ。デスマッチにはな、大きな重みがある。なぜなら罰ゲームがあるから。焼かれるのは誰だって言えな。一番に抜けるのはこの私。イグゾピエールスーパーハラドロー。腹泥って何？腹で引くんだよ、腹で。うわぁ、何も来ないじゃないか、なんていうことだ。私がせっかく腹泥を披露したのに、まずい、まずいぞ。お前らに引かれたら、このままで点差がまずいことになっちまう。行きますよ、ピエールさん。まずはこの場を、私が一番に出させてもらいます。なぜ引けない？消えなさい、雑魚ども。うわぁ、行くわ。なぜ引けないの？これ、この場の中に、引き分けになっちまうな。その場合は本当に非常にまずいことになっちまう。ビリが2人いた場合はどうなるっていうの？それはもう2人焼かれるんじゃないですかね。いやよ、そんなの、いやよ、いやよ。ああ、一体どのパックが当たりなんだ。ピエールさん、ちょっと覗くのはなしですよ。分かってるよ。私はこれいきなぞ。あー、スーパーピエールヘッドドロー、プシューショビー、日の出だ。新しいパック開封会に日の出を起こすのは私はグロッダーか。ざまはないですね、ピエールさん。じゃあ僕が引かせてもらいますよ。スーパーレア以上のカード何引けない。そんなバカな。じゃあ私が引くわ。こうなってる、ここで引くしかないのよ。なぜ引けないの？みんな引き分けて勝てんだろ。じゃあ今回は平和に引き分けて帰れるっていうわけで。そうよね、もう私に行くとか言わん、帰るわ。ダメだリカ、それはできない。一度始まってしまったデンスマッチだ。引き下がることにはできない。まだパックは1パック残されている。これで決めよう。プラスワンボーナスパック、プラスワンボーナスパック。一体どういうことですか。ここから出るカードが効果モンスターだった場合、リーカー、お前が罰ゲームを受けろ。効果モンスターって確率高すぎよね。大丈夫だ。その代わりエクストラモンスター、シンクルエクシーズやリンクモンスターが出た場合、エクストラデッキのモンスターが出る場合、出た場合は私が罰ゲームを受けよう。その代わりそれ以外のカード、魔法トラップ、通常モンスター入ってるかわからないけど、通常モンスタートークンも入ってるかわからないけど、トークンとかそれ以外のカードが出た場合はあるのが君が罰ゲームを受けるんだ。面白いじゃないですか、ピエールさん。燃えてきましたよ。さあ、アイノ選手、君が回復するんだ。君が私たちの運命を握ってる。助けて、アイノ選手さん。効果モンスター以外は絶対やめて。まずい、まずいな、これ。誰が一番ここにね、言われるのか、私は、このパックの内容わかんないからね。これちょっとね、本当にわからないよ、これ。さあ、行きますよ。僕は悪くないですからね。何か、すまない。俺は関係ないよリカ。どうして？あ、というわけでリカ、ちょ、やめて。私は嫌だ、やがりたくない。さあ、こっちへ来てもらうぞ。ハルト君、あの肉を二人で分けよう。やっぱり僕は最初からそれがいいって思ってました。助けて、やめて、話
してやる。さあリカをくくりつけたぞ。これでもうお前は逃げられないぞリカ。さあリカ、今から準備をするからそこで見てろ。ハルト君、君は特等席で見ていた前。いいんですかピエールさん、こんな特等席用意してもらって。いいぞハルト君。さあ今から準備をするからな。リカここだ。あ、リカバーベキュー大好きなのか。おお燃えてるぞ。さあガンガン燃えてるぞ。どんどん焼いちゃおう。言ってないわ、そんなこと言ってないわリカ。うおお、すごい、早速煙が出てきたな。ほらここでな、ここに水をぶち込むとな、どんどん焼けてくるんだ。これすごいぞみんな、見せてやろう。すごいよリカ、こんなところにね、煙は今から焼かれてしまう。すごいですねピエールさん。パパ、お肉焼いてって言ったか。言ってないわ。お肉って言ったら。私はお肉じゃないわ、やめて助けて。あの子、そっちを持ってくれ。はい、こっちですね。やめて、大丈夫、助けて。あーしゃー、熱いわ、熱いわ。おー、火が強くなってきたな。やめて、熱いわ。バーベキュー嬉しいなんだってな、リカ。言ってないわリカ。嬉しいんですか、そんなに。おいしそうな匂いってどうするこのサイコパス女め。やばい魔女め、このまま、やばいぞこの女。待って違う、今なんつった、リカが焼けたわよつったか。こいつやばい、やばいぞ愛の選手権、こいつはちょっと、こいつやばい、何を喋っているんだこいつ、焼かれながら恐ろしい。助けて愛の選手さん、焼けちゃうわ。ひっくり返さなきゃ、ひっくり返す、ひっくり返すぞ。あのそういうことじゃねえわ、熱いわ、助けて。さあ、ハルト君、隣でさっきの肉も焼いていこう。そうですね、ピエールさん。ほら、どんどん持ってこい、肉だ、バーベキューだ。今日は素敵なバーベキューだ、ハルト君。どんどん焼いちゃおう。おー、いいね、リカ。やめてよ、チームウー。